伝えしたいのが、はい、これで本当に賞金がもらえるんですよ。そうです、賞金総額500万円ですよね。そうです、すごいんですよ。今回のこれチームバトルですから、3人のドライバーだけじゃなく、いろいろなあのチーム含めると大体5人ぐらい本当にいるんで、むしろ、はい、実際のレースの方がもらえないんですよ。そうですね、実際のレースっていうのは確かに賞金っていうのは現在そんな高いものではありませんからね。